もう私無理、本当に無理、助けて助けてお願い。え、さやかさんいきなりどうしたの？今日ね、義父の誕生日でさ、みんなで義実家で集まってたの。義弟嫁は何にもしないんだよ。意味わかんないよね。私は買ってきたものをテーブルに並べたのに。自分も手伝いますとかそういうの言わないのかな。できないの。できない？そう、頭悪いのか何言っても覚えられないの。常識もないし意味がわかんない。だからね、義母もバカにしてるんだと思うけど、義弟嫁ちゃんはまだ結婚したばかりで何もわからないでしょ。今回はゆっくり休んでてね。だってさ、これって義弟嫁がバカだからでしょ。だからやらせないんだよ。そういえばさやかさんもそうだったよね。え？結婚当初は覚えることがたくさんあって大変だからって、お姑さんや義兄嫁さんが率先していろいろやってて、自分はお茶してたって前に言ってたじゃん。でもさ、おかしくない？私や義兄嫁さんは動いてるんだよ。その分何かあってもいいでしょ。義弟嫁ってさ、お金持ちのところのお嬢様なんだって。でもブスだし上品でもないし、義弟はイケメンなのに、なんであんなブスと結婚したんだろう。ちょっとそういう言い方やめなよ。さやかさんいつも人の悪口ばっかりじゃん。義兄嫁さんの悪口も言ってるでしょ。だって本当のことだよ。ブスなんだもん。義兄嫁もブスで地味な女なんだよ。義弟嫁はブスなのにお嬢様だからって甘やかされてるのがムカつく。まあ自分が動いてる間に向こうが何もしてないなら、ちょっとイラッとしちゃう気持ちはわかるよ。でもお姑さんが座っててって言ったならどうにもならんでしょう。それに本人も動こうとはしてたんだよね。でもさ、それならそうと申し訳ないと思ってちょっとお金包むもんじゃないの？は？だって私は義弟嫁の分も働かされてるんだけど、普通5万くらいお金包むよね。だって義弟嫁はお嬢様なんだよ。さやかさん何言ってんの？ちょっとの愚痴ならわかるけど、さすがにそこまで言うのはやりすぎだと思うよ。5万ってないわ。それに手伝いもほとんどは義兄嫁さんがやってるんだよね。あいつはいいのよ、地味なんだから。作業するくらいしか取り柄ないし。いいからさ、水木さんも手伝ってよ。私5万くらい欲しいの。何を手伝うの？義弟嫁を紹介するからさ、あいつに言ってやってよ。ちゃんとお金を払わないのはルール違反だって。私はそんなこと思ってないし、てかそんなアホなことに巻き込まないでくれる？はあ？何よそれ。自分はママ友旅行に行っていい身分だね。知ってるよ、仲良し3人組で仙台に行くんだよね。そっちは楽でいいよね。私みたいな不満があるわけじゃないし。とにかく落ち着きなよ。さやかさんの気持ちも少しはわかるって言ってるの。でもお姑さんに言われちゃったら義弟嫁さんもどうしようもないじゃん。そんな人をブスブス言ってバカにするのはどうなのって話。少なくとも私はそんな嫌味な話聞きたくないよ。ああそうかよ、うるせえなこのブスが。私が育ち悪いって言いたいんでしょ。ブスブスブース。あのね、私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニニャマルと毎日楽しく暮らしているよ。さやかさんは近所に住んでいるママさんで、旦那さんは3兄弟の真ん中なんだ。だからいろいろと大変なこともあると思うんだけど、義弟嫁さんのところは結婚したばっかりで、集まりは今回が初めて。本人もやる気はあるけど、お姑さんがいいからなスタンスなのに、義弟嫁さんの愚痴をずっと言ってるんだよね。実は義弟嫁さんの悪口って今回が初めてじゃないんだ。義弟さんの結婚が決まった時も、結婚式も引っ越しも全部ケチつけてるんだもの。さすがに周りも疲れちゃって、さやかさんの相手をしなくなるか、それか反論する人が増えて余計にイライラしてるんだろうね。私もちょっと言い過ぎちゃったかな。ま、旅行楽しもうっと。旅行当日。ねえ水木さん、本当に義弟嫁を懲らしめるつもりない？は？そんなのあるわけないでしょ。さやかさんもちょっと落ち着きなって。だってムカつくんだもん、ブスのくせに金持ちで。いや容姿は関係ないでしょ。じゃあ私旅行楽しんでくるんで。あっそう。4時間後。待って待ってください。いやいや、びっくりした。思わず逃げちゃったけど、あなた確かさやかさんのところの。はい、義弟嫁に当たります、マリアと言います。さやかさんから水木さんの連絡先をいただきました。いやいや、何なの、どういうことなの。4時間も遅刻しちゃってごめんなさい。3人のママ友旅行に呼んでもらえるなんて楽しみだったのに。いや誰も呼んでないけど。え、あの今日いきなりさやかさんに言われたんです。
3人のママ友旅行に私も招待されてるって。いやいや、誘ってないよ。というかごめんね、あのさ、いきなりそんなこと言われてなんで信じたの？あの、私の周りには旅行好きが多いものでして、同行者がキャンセルになったからと当日誘われることもあるので、そういうことなのかと。私しか行けそうな人がいないみたいだからと言われました。なるほど。でも違うんですか？あの、本当は7時に皆さん集合だったんですよね。私早朝に12時までに仙台に行け、現地集合。そうしたら水木さんの連絡先もその時教える、そう言われていたんですけど、さっきやっぱり集合は7時だった、あんた遅刻している、そういう LINE が届きまして。ああ、そういうことか。ごめんね、いきなり逃げちゃって。うちの町はドキューママが多いものだから。いえ、あの、これどういうことなんでしょう。私も旅行が好きだからさ、急遽呼ばれることあるんだよね。もったいないから一緒に行こうみたいなの。あ、そうですそうです。4人で予約していたけど1人行けなくなって、そうなると割引とかが効かなくなったりするし、すごくもったいないって。あの、どうもさやかさんにやられたみたいだね。そうだったんですね。せっかくの楽しい旅行なのに申し訳ありませんでした。まあまあ、マリアさんだよね。マリアさんもせっかく仙台まで来たんだもん、よかったらひとまず一緒にご飯でも食べない？いいんですか？ありがとうございます。その後、私とマリアさんそれぞれにさやかさんからの嫌味な LINE が届いたよ。私に対しては、自分は止めたけど義弟嫁が勝手に言った、あいつはやばいやつだ。マリアさんに対しては、遅刻のせいで水木さんはすごく怒ってる、ああやっちゃったねみたいな内容で、なんというか本当にダメな人だと思う。で、マリアさんと私たち3人でお昼を食べたんだけどさ、すごく感じがいいし、旅行好きな私たちとは意気投合。マリアさんも違うホテルに泊まることになり、一緒に観光することにしたんだ。仙台市博物館とか宮城県美術館もいろいろ見て回ったの。ほんわかしているけどすごく博識だし、話していて楽しいし、さやかさんが嫉妬しちゃう気持ちもわかるかな。でもさ、それは攻撃していい理由にはならないよね。こうしている間も人格を否定するようなラインがじゃんじゃか。さて、しっかり伝えておこっと。旅行数日後。ありえないありえないありえない！なんで？どういうことなの？なんでなの？なんで水木さん、あのブスと仲良くしてるの？意味わかんない！話せばあいつの嫌味なところわかると思ったのに！あんたさ、いい加減にしなよ。それに、なんで義実家に告げ口するの？あの怒った義母初めて見た。全部伝えることないでしょ！いやいや、さすがにやりすぎだって自分で思わないの？マリアさんはよくわかってなかったみたいだけどさ、私たちさやかさんから来た LINE 見せてもらったんだよね。まあ遠回しにすんげー嫌味ばっかり、それも毎日。本当にいい加減にしなよ。だって私が動いてる間あいつは。それもお姑さんに言われたでしょ、自分が言ったんだから文句があるならこっちに言いなって。それに自分自身も最初はお客様状態だったのに、自分のことは棚にあげるわけ？てかさやかさんも物並べたくらいでしょ。動いたのは義兄嫁さんで、あいつらはブス！いや、鏡見ろよ。だって義弟嫁って言ったら私より立場が下でしょ。なのにブランド物のバッグ持ってずるい。マリアさんが持ってるバッグ、ブランドとはいえアウトレットで3万くらいで買ったって言ってたよ。それにマリアさんも正社員で働いてるんだよね。うちはお金がないのにずるい。そりゃさやかさん働くの面倒だって言って専業じゃん。私だっていい大学出てたら働いてた。男と遊びまくって単位落として辞めちゃったって言ってたのは誰？でも私だってお嬢様なら。いい加減にしな。え？あんたさ、いつまでそうやってやってるつもり？周りだってさ、一方的にさやかさんを責めてるわけじゃないでしょ。気持ちもわかるって言ってるんだよ。なら私の味方をしてくれればいい。なんでそこまで対立したいのかね。結局どんどん自分の立場も悪くなっていくと思うんだけど。うるさい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 。その後、お姑さんも自分の考えを見直したみたいでね、マリアさんにも積極的に家のことを教えるようになったんだ。マリアさんからしたらそっちの方が居心地いいよね。自分が悪かった、そう言って謝罪し、マリアさんも頑張ってメモして覚えて、義兄嫁さんもニコニコしながらいい関係なんだけど、やっぱりさやかさんだけは大騒ぎ。実際には義兄嫁さんのことも見下して裏で嫌がらせしていたみたい。
こりゃどうにもならない人だね。結局関係が改善することなく、さやかさんは自ら離婚を決意。あんなブスや地味女と嫁仲間になるのはもう耐えられない。だってさ。みずきさん、こんにちは。あ、マリアさん、こんにちは。今度お姉さんと一緒に栃木に行こうって話してるんですけど、よかったらみずきさんもどうですか？いいね。でも義兄嫁さんとの旅行だよね。私も参加しちゃっていいの？もちろんです。お姉さん、みずきさんが大好きなんですよ。え、なんで？なんかさやかさんから相当嫌がらせ受けていたみたいで、今解放されてとても幸せなんですって。毎日のように食事をたかられて困っていたらしいです。みずきさんのおかげだってすごく喜んでました。私は何かしたわけじゃないけどね。私は鈍くて途中まで分かっていなかったんですけど、お姉さんは本当に苦労したみたいなので、きっと旅行すごく喜ぶと思います。よろしくお願いします。うん。その後、さやかさんは自ら離婚を選択したんだけど、その後ポエマー化。なんか実家に戻ったんだけど、実家は兄夫婦が同居しててさ、その兄嫁をいびって追い出されたみたい。この人はきっと誰が相手でも気に食わないんだろうね。私は花束、あなたは花瓶、私を受け止めてマイダーリンみたいな LINE を元旦那さんに送ってブロックされてたよ。マリアさんの方は義兄嫁さんと意気投合したみたい。この間は3人で旅行に行ったんだけど、楽しかったな。ちなみにマリアさんは猫グッズ関係の会社で働いてるの。そのおかげでうちにも大量の新作猫グッズが。もうニャニャマルは超ご機嫌で毎日飛び跳ねてるよ。新しいおもちゃが嬉しいみたいで超ご機嫌。ニャニャマル、よかったね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。